のシーンからサッカー見た。見てないんだよ。見てないの。見てないんだよ。すごかったよ、俺。あ、俺来週誕生日だ。へえ、何日なの？3月8日。飛脚の北朝鮮外交官一家殺害を確認。先月から所在が不明。なんとか消滅は免れました。どういうことですか？本日は外国人参政権に反対の荒木昌隆衆議院議員に加えまして、同じ国に生活しているのに片方が政治に参加できないのは間違っています。別に間違っていないと思いますが。その通りだ。以前は拉致はでっち上げとか言ってましたね。ねえ、死んじゃう。2年後に暗殺され、無念だったでしょうね。待ってください。先生はその後どうなったのですか？前世の記憶を消して新しい人生に転生するのです。違う、私は日朝間の問題を有効的に解決したいのだ。この前も拉致被害者を北朝鮮に返さなかったのは問題だった。在日の皆さんが自らを変える、そのアクションを我々は期待しております。